はい、ジンジーです。では続きやっていきましょう。前回のあのキルザガイのラスボスめちゃめちゃ強かったですね。いやー、これからどんな強いボスが待っているかちょっと楽しみでもありますね。では早速いきましょうか。これはこっちからはいけないので、あ、右上にありますね、次のステージへの入り口が。まずこっちからよっ、あー、行く感じですかね。よっ、こう、あー、針が飛んでこなければこのステージそんなに難しくないんじゃないかと。あ、ここギリギリだな。ほっ、あー、むずい。よいしょ。あれ、あそこの針は本当にギリギリジャンプなのかな。いやー、いけるか。それか、どこかで針を動かすトラップが、あー、違うか、あるかなと思ったんですけどね。じゃあ思いっきりジャンプか。よっ、でも次のセーブまでが近いということは、ここは結構難所だってことでしょうね。あー、欲しい、いけそうだったな今。じゃあもっとギリギリ、さすがステージ5、ギリギリ出だしから全然進ませてくれないですね。どうぞ小さくジャンプした方がいいか、思いっきりジャンプして天井にやった方がいいのか。あ、小さくジャンプかな。あ、欲しい欲しい、いけそういけそう。いやー、これ全然いけないぞ。どういう風にいけばいいんだこれ。いけそうなんだけどな。いけた。いや、つらかった。ここどうやっていったかわからないですけど、この針と針の、この上の針と針の間にギリギリ入りつつ、もう何、1フレーム押しぐらいの勢いの小ジャンプで突破できたような気がします。いや、むずい。ちょっと待って、もう失敗、まぐれでいけてるようなもんですから、ちょっと失敗できないな、これ。危ない。オッケー、よしよし。このステージ、そういうギリギリ要素が盛り込まれてる感じしますね。ここも多分ギリギリでしょうね、ジャンプの。あー、むずい。しかも次のせいまでな、遠いな、これは。うわー、感覚、よし、いった、オッケー。さあ次はここですね。このね、この針の配置苦手なんですよね。いくぞ。あっ、くそー、二段ジャンプの位置が低すぎたか。これは、よし、いった、オッケー。さて、ここ集中しよう。ちょっとシミュレーションしましょう。どの辺、あ、思いっきりジャンプした頂点で2段ジャンプぐらいで良さそうですね。これ行くぞ、ここが、よし、行くぞ。あー、もう一回張り付いて、あー、違うか、突破できない。いやー、最初に簡単そうと思ったのは大きな間違いでしたね。激ムズだぞここも。さすがステージ5、ヒッチクラッシュだな。あ、よし、いった、いった、もうちょい後ろ、この上の針と針の間ぐらいに立って、あ、いった、なるほど、この位置ですね。 OKOKOK。 じゃあこの針と針の大体間ぐらいに立って、もうちょい右行って、あ、いいな、多分これちょっと助走つけないとダメかな、この辺から。いくぞ。いや、これはむずい。よし、2回目かな、これだとようやく。さあここ失敗しないようにどうする。いくぞ。うわー、欲しかった気がする。いくぞ。するよ。どうしよっかな、なんかうまい生き方ないかな。やったー、来たぞー。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。
さてここ、これ一発でいけるかな、一発でいけるかな。よし行ってみるか。もしかしたらこの針ね、この上から2つ目の針の手前で一回ギリギリ着地するような気もしますけど、頑張れば一発で上に乗れそうな気がするんで行ってみます。行きますよ。よっ、やったー、よっしゃ来たー。難しい、ここ舐めてかかったのは大間違い。いやいや難しいぞ。よし、このままこの調子でガンガン行きたいと思います。ここはまあいいや、ここはどうだろう。でもあの右上の針はどうやってどかすんですかね。よっ、あれ、うわ、これ地味にむずいな。二段ジャンプの位置か。よし、で、あっそ、あ、なるほどね、行って帰ってくるわけか。3連続で成功させないといけないわけですからね。さて、よしよし、 OKOKOK。 どうなった。あー、針の位置が変わってる。いやー、これどうする。ジャンプして抜けた後だよね。行くか。もう入り口からかよ。よし、 OK。 でこれね、この位置、うわーきつい。 OK、 次ここだ。うわー越えられない。これアイワナビーザカラーっていうんですね。ちょっとロゴというかジャケットのあの絵がね、ファイナルファンタジーっぽいっすね。なんか関係あんのかな。ああ、追ってくる、迫ってくる針よりも早く右側通り抜けたところの対比所まで行けないかな。ちょっと一回やってみますね。それできそうな気がするんですよね。あれ、そもそもここを越えなきゃ。よし、ここで一気に。ダメか、それはダメか。やっぱり一回戻るか。オッケー。さてここなんですが、うわーいけないな。この辺から、うわくそー。よし、こなんかね、さっきからやってるんですけど、この1個目の向き合ってる針が越えられないですね。こんな難しかったっけな、これ。うわー違う、あーむずい。まあ、このエリアはどこも時間かかったんですけど、この3つ目のセーブからゴールに向かってのこの針エリアがどうしても突破できないですね。特にこの1回行って、まあ、帰ってきて、ここはまあいけるんですけど、この針の配置になったこの1個目が1回も突破できないんですよね。これそんな難しかったかなと思うぐらいで、今もう開始から1時間15分、経ってるんですけど、下手したら1面のボスとか2面のボスぐらいの難易度ですね、ここ。いやー、ちょっとじっくりやっていきたいと思います。ちょっともう1回行ってみるか。いろいろ試したんですけどね、ギリギリで寄ってジャンプ。いやそうだよね。でボタンも、飛んで右とか右飛んでとか、これ本当超えられるのかな、ここ。あー、やっと1回か、やっと初めて最初のなんかEV 配置っていうみたいなんですけどね、一回行って戻ってきた後の、針の配置を超えられました。まあでもそうか、そこからもう一回貼り直さないといけないんですからね。またかかりそうです。頑張ります。
いったー、ちょっとようやくいけた。オッケー、ですね、もう4時間やっても攻略できなかったので、もうこの EV 配置は飛び方がもうコツがあるんじゃないかと思って、このアイワナ知識をいろいろ調べたんです。そしたら、まずはキッド君は、十字キーを 1回入れるごとに3ドット動くみたいなんですが、あのセーブポイントからスタートして、この上向いてる針にもう限界まで近づくためには、あのスタートした時の3ドットじゃ絶対に無理みたいなんです。なのでこの上の壁に、1回こうぶつけるとうまく調整されるんです。まあ、うまく説明できてないですけど、で寄っていくと本当に次1ドット動いたら当たるってところまで近づける。なんでこの知識がないと絶対にここはクリアできないとこだったようです。いや、もう少し早いうちにね、あのそういう攻略というかコツを見とけばよかったです。よし、じゃあ行きましょう、次のエリアに。行きますよ、ここでミスったら、せーの、オッケー、超えた。久しぶりに新しいエリアに来れました。よし、じゃあ攻略していきましょう。これはそうか、もうただ単にがむしゃらにやっててもクリアできないところってあるんですね。オッケーオッケーオッケー、じゃあどしどし行きましょう。オッケー、あー、くそ。オッケーで、あそこか。うわー、くっそ、動かなければ乗れた。でもそこ乗ってからはあの右側のセーブの周りのチカチカしているのなんかトラップありそうな気がしますね。よっ、あー、まあ行ってみますか。よっ、オッケー、あー、あれ、あ、そうか、これそう、下動いてんのか。あ、くっそ、欲しい、あとちょっと。よし、いた、オッケーオッケーオッケー、集中、行くぞ。ちょっとむずいぞこれ。あ、くっそ、ここむずい。よし、ここの攻略が分かりました。まずベルトコンベアにあの流れと反対の方向にキーを押せば動きが止まるので、あとは、2段ジャンプを細かく入れて慎重に行けばクリアできるはず。これでね、こういう感じ。おしおしおし、いいね、あー、くー、惜しい。よし、来た。オッケー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 、ここで、うーそー、飛びすぎたか。来たぞ。やった、これた。オッケー、このセーブポイントの周りのチカチカネオンは何にも関係ないんですね。トラップでもないんですね。よかったよかった。いや、嬉しいですね。よし、次はここか。これもむずいぞ。あ、そうか、下またベルトコンベアか。あ、もうささっと行っちゃった方が良さそうですね。来た、オッケーオッケーオッケー、コツが分かってきましたね。オッケーオッケーオッケー、で次は頭ぶつけるか。あ、しまった、いけたのにジャンプしちゃった。最後はもう壁に体ぶつけて一旦休憩しますか。あそこまで行ったらね。お、来たー。よしよしよし、オッケー。あとは、あ、ちょっと待って、これだとまずいのか。危ねえ、そうだよね、ジャンプしないと前に。おっかね。よし、この辺で、どうする？もうちょいこの辺か。うわ、くっそ、届かなかった。オッケー。よしよしよし、来た。小さくジャンプ。この辺か？あ、
大丈夫か、垂直ジャンプいけそうですね。よし、行くぞ。よっ、 OK。 でこの辺からやったー、来たー。よしよしよし、いいねいいね。だいぶ感覚はつかめてきましたね。次はこっか。これは OKOKOK。 でセーブ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 、よし。で次はここ、あーこれ針が出てますね。なのでどうやってこれん、あーそっか、そこで一段ジャンプして降りる感じ。あーあれ、これどうする、どこでジャンプすればいいんだ。あー、いけそういけそう。来た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 、うーっそーそう。いやー、全然突破できない。ここももう集中力切れてきてますね。あ、やっぱり1個前のあのエリアの突破に相当パワー使いましたね。いや、ということで、あの今回エリアの途中ではあるんですけども、ここで一旦あの動画を区切らせていただきたいと思います。次回はこの、1,2,3,3 つ目のセーブ以降、攻略していきたいと思いますので、次回の動画もぜひご覧ください。確かあの前回の動画であのソーデス数、お伝えして、まあクリアするぐらいには1万デス超えるかなって言ってたと思うんですけど、一つ前のあのエリアね、全然クリアできなかったところで相当、やられて、今もデス数が9814デスになってます。なんでもう下手したら2万超えるんじゃないかという勢いですね。いやー、しんどかった。はい、ということでまた次回頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。